ロニアンスは、オランダのオーファー・アイセルシューズボレ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、エールディビジの FC2 エンテの監督を務めている。地元 PEC ズボレのアカデミー出身。オランダ時代は、フォワードとしてプレーした。1976年、当時エールステディビジの PC ズボレで、選手キャリアをスタートし、翌シーズンエールディビジ昇格に貢献した。 1982年 FC フロー人間に移籍し UEFA カップ1983から84ではアトレティコマドリード相手にゴールを決めている1984年ローダー JC に移籍した1987年ハンスオフト監督に誘われて JSL 一部所属の松大スシーンに入団する同年攻撃的な MF としてハーフナー リドヤシンとカツヨシ、松田ヒロシ、小林慎二、猿沢茂、高橋慎一郎らと共に、同シーズンの天皇杯決勝進出に貢献したが、JSL では、シーズン終了後2部に降格していい、オフと監督退任と同時に、松田を退団した。その後オランダに戻り、1988年 BV、フェーンダムに移籍し、1991年、現役引退した。 現役と並行して教師の資格を取っており、現役引退後は一旦フロー人間にあるインターナショナルスクールのマールテンス大学でドイツ語教師をしていた。それと並行してアマチュアクラブでサッカー指導者の道を歩み始めた。2000年アキレス1894をアマチュアチャンピオンに導いている。ビーボイメンで、 アシスタントコーチを務めていた2002年10月、成績不振により退任したドワイト・ローデベヘス、監督の後を継いで FC フロー人間監督に就任し、8試合で勝ち点1しか取れずにいたチームを残留させた。2005から06シーズンは5位に食い込み、14年ぶりの UEFA カップ出場に導いた。2010年に優退した。2010年夏、 フロー人間のライバルチームである SC ヘイレンフェーン、監督に就任した。エースストライカーのバスドストとの関係がこじれたことも、あり、1年目は会に低迷したが、2年目である2011から12シーズンでは、途中段階でリーグ3位に入り一時は、優勝争いを演じた。別のクラブでの指揮を望んだことから、同シーズン末に契約満了により退任した。 2012年5月、ベルギーの名門であるスタンダールリエージ監督に就任したものの、成績不振により同年10月に解任された。2013年、フルス PEC、ズボレニ監督として復帰する。いきなりこのシーズンの KNVB カップ優勝、クラブ史上初のタイトルを獲得した。ありがとうございます。